正面って言ったらいいですか、うん、正面の取り方を理解しないと、うん、この振りって分かんないじゃないですか、うんうん、そうだね、自分の矢の発射点と、うんうん、そうだ、でそのフォローが理解できてないと、うん、そこの直線って結べないじゃないですか、うん、これをちょっと動画じゃ難しいかもしれないんですけど、うんうん、アドバイスをできますね。どうもこんにちは、トリチャンネルの誠です。こんにちは、グリコです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日なんですけど、はい、この前の初心者のアドバイスの次に、はい、今 A フライトぐらいの人へのアドバイスを今日はお願いします。はい、よく聞くのはなんかこう試合とか、うん、ハウスでもいいし、そのちゃんとした大会で、あとはもっと下に行くとメドレーとかで入らへんとか、うん、いや結構そのモヤモヤするみたいなのがあると思うんですね、うん、でちょっとその練習紹介の前に、はいはいはい、栗子さんやったらそういう時ってどういう風に気持ちを消化させてるのかなと、うん、まあたまにやっぱ試合でも全然入らない時とかは、あのこれは前に、はい、あの同じコスモの龍慶さん、はい、村新選手に教えてもらったので、なんかそのもうあかん時は捨ての一投を投げる、もう一回一回する、あ、はい、だからもう、はい、硬くなってたり、いろいろなことが多分起こってて、こうバグを起こしてるから、普段の投げ方できひんくなってるから、一投でいいから、もう捨ての一投、どこ行ってもいいから、捨ての一投投げろって言われたことがあって、はい、それをやってから、まあ、よくこうなんてリフレッシュできるというか、もう一回リセットみたいな感じで、はいはい、だから振られへんとか、もう合わしに行って、合わしに行ってってしてるときに、もうバーンって投げたら手振れるから、はい、そこから振れるようになったりとかもするし、あーなるほど、その一本めっちゃ大事かもしらんけど、その一本で全てが変わって良くなる可能性もあるから、なるほど、なんかそれはやってみる、もう一番あかん時の最後の手段、最終手段でそれやる時はある。あー、ほんでリセットかけて、そうそうそう、もうそれこそ普段こうあんまり引かへんけど、はい、もうめっちゃ前に構えてうわーって投げたりとか、そうそうそう、一投だけやけどそれしたりとか、うん、あ、もう動かすイメージをつけるために、そう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 、大きく大きくバーンって振ってとかはするときはほんまにあかんとき、うんうん、あ、なるほど、まあ、そうやってリセットする、そうそうそう、いいっすね、それも、うん、僕多分昔言われて、うん、僕も多分同じです、でも僕は捨ての糸じゃないです、うん、僕は下手なんで捨てのワンスローって言って1ラウンド捨ててこいってでも確かにそれすると、その時のさっ、この前の動画で大輔さん、藤井大輔さんが試合中狙うっていう残像が残るから練習はそれを抜きますみたいなことをおっしゃられたと思うんですけど、多分その試合中に思いっきりバーって投げることによって、その残像じゃないけど体の記憶が残るから上書きできるかもしれないですね。こわばってたりとか緊張して硬くて合わせにいってるやつを一回もなくす、ね、で自分の投げ方に戻すというか、あ、ほんまにこうすごいあれやけど、あら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 で、はい、それでもまあそこで一気に変わってたりとかするから、気持ち的にも、じゃあもしかしたらこれを見た人らは捨ての一投が早くてみんないきなりズバーンっていきなり来るかもしれない全然こうヒルヒルってどうやってポーンっていくあ、お前今捨ての一投はあるかもね。あ、なるほど。じゃあ基本はそれをやって試合、そのもちろんパーフェクトでもそうだし、今でもあるんですか。ある、全然ある。あるんですか。全然ある。だそれをするために、はい、普段の練習でも、うん、あの大きく投げる練習したりとか、その捨ての一投すらも入れる練習後輩に今目の前に、うん、じゃあレーティング10の人がいるとして、その人にグリコさんの普段のその練習を伝えるとしたらどういう風に、うん、僕が一番いつも見るのは、はい、こう投げ終わった時のテイクアップ最下点からこう投げる時のこの向きを合わせたら、まずそこで自分の原因が何か分かる、外れてる原因が何か分かるから、はい、なんかそれをまず合わせてみましょうって言って合わすことが多い。大体ね、みんなずれてて、確かに実は、うん、そうで、こう振ってんのにこっち飛んでいってたりとかする人が多いから、はいはいはい、それでやっぱり合わして大体10ぐらいの人がそれ多いから、
結構ずっとやってて10とかっていう人は多いかも。確かになんか結構横ずれで悩んでたりとかする人多いですよ、ね、うんうん、そうそうそう、18狙いにくいとか、うんうん、結構そういうの、そう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 、あ、じゃあそういうところが結構原因にあるかもしれない、ね、そうと思っていつも一回見て、はい、で大体これ合ってる人は縦絶対ずれないから、確かに、あとは高さを合わすための練習でなんかイメージを変えていくようにする感じかな、いつも、はい、だから縦と横をいつも見る感じ。ああ聞いたか、ムム君。第1弾の時に伝えたんですよね。縦と横？そうそうそう、主人公。縦と横。そうなんです。ごめんなさいね、皆さん、実はカメラで言ってました。やっぱそうですよね。そうそう、もうそれが一番かな。ですよね。そう。で、ごめんなさい、ちなみになんですけど、正面って言ったらいいですか、うん、正面の撮り方を理解しないと、うん、この振りって分かんないじゃないですか、うんうん、そうだね、自分の矢の発射点と、うんうん、そうで、そのフォローが理解できてないと、うん、そこの直線って結べないじゃないですか、うん、これを、ちょっと動画じゃ難しいかもしれないですけど、うんうん、アドバイスをできますかね。目つぶって投げるのが一番いいかな。あー、なるほど。今立ってるとこからセットアップした状態から目つぶってピュッて投げたら、はい、自分の癖もあるし、目見てるからこっち行くのか、うんうん、それとももともとこう振ってるのか、うんうん、原因が一個ずつ分かっていって、はい、ちょっと一個ずつ潰していったら原因は分かるし、まっすぐも見つけれるし、うんうん、だからこうやって気持ちよくパッと投げた時に左行くんやったらもうちょっと右立って、はい、同じようにやってみる、で、はい、そこでこうブルの縦のラインが合えばそこを覚える、この動きを覚える、はいはいはい、で見てそこで同じようにできるか、うん、できひんかった時にこうまた変えるっていうのと、うん、あとはその自分が一番フィニッシュ最後の手のこの向きの、はい、そこにこう持ってきて、最初構える時に持ってきて構えてそこに戻してくるっていう練習をすれば、うんうんうん、あのできるようになるかな。なるほど。確かに面から入ってくる情報のせいで、そうね、ちょっとこういうイメージが目でついてしまってたら体勝手にそっちに、そう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 、野球のボールみたいなもんですよね、うんうんうん、そう、あ、なるほどなるほど。自分のこう自分のまっすぐをまず見つけるために、はい、そういう練習をすればいいかな。確かにその漠然としてるとその原因が分かんないですもんね、うん、で今パッと出てきただけでも3箇所ぐらいあって、その体のせいなのか目の情報のせいなのか立ち位置がずれてるだけなのか、うんうん、そうそうそう、みたいなのも目をつむればまず目の情報消えますもんね、うん、そう、なんかね、みんな結局まず狙うことばっかりやっちゃうから、確かに狙うは最後かな、はい、と共通されてますよね、さっきの大輔さんもそうだし、うりこさんもそうだけど、狙うは最後で、うん、飛ばすことにやっぱり意識を普段から持ってる、うんうんうん、そうそうそう、なるほど。ちなみに僕そこ大事ね、そこ大事、そこ大事まあでもやっぱそうですよね、うん、正面の取り方はそうやって、要因となるものを一個一個削っていくと、うん、で残ったものが大体原因やから、そうそうそう、それをどうやって対処するかっていうのは考えていこうと、そうですね、でまあそれができたらあとはこう自然に触れる場所に立てるように踏み通す、うん、そうそうそう、そしたら自分の本来の立ち位置みたいな、そうそうそう、狙いやすいからそこに立つが一番間違ってる、確かにそうですね、そうそうそう、そこをまずどける、あ、自然に振って勝手に行く場所に立てば自然にずっと振れる、そうそうそう、じゃあ力みが生まれないって、ね、うん、っていう感じかな、うん、やっぱそれを多分ですけど、うん、そのずっとずっと向き合ってやらんと、その感覚って自然にできる行動って、うん、データっていうんですか、うん、なんかこうバックボーンがないからすごい不安になると思うんですけど、うん、その不安が消えるぐらいもずっとずっと、そうだね、そう、なんかまあどの台でもそうやけど、こう電源が消えてる時とかこう真っ暗な時とかは、はい、スッパッて上見たら自分見えたり、でその時に、あー、なるほどね、こう見える時にこう振ってみて、はい、どこ向いてるのかな、あ、ライブシートがあったら今見える、そうですね、でもあれもちょっとカメラの位置がずれたりとかするから、かまあ、ちょっとあれやねんけど、そういう時はまあ自分で携帯置いて撮ってみたりとか、あ、なるほど、まあ、それしながらこう、これは結構なんか大事なんじゃないかな、いや、めっちゃ大事ですね、思うんやけど、うん、ごめんなさい、食い気味に行っちゃったそうそうそう、もともとそういうの大事にしてなかったタイプだから、そうなんですか、そう、もうずーっと
穴開くぐらい見て狙って投げるぐらいの感じやって、もともとはいはいはい。でもなんかそれでこう限界が、投げ方がめちゃくちゃになって限界が来た時に、もう一から全部やり直そうみたいな時にそれからやりだしたから、だから最初めっちゃしんどかったし、あ難しかったし、だからもう初め分かってんやったら最初からやった方が、うん、そういう情報がみんな早いし、今 YouTube 見れたりとかするから、なんかこう上手くなる人が多いんかなと、すぐ上手くなる人が、はいはい、全然上手くならへんかったからほんまに最初めっちゃ下手やったからずっと。そうですね、そう、もう半年ぐらいレーティング3だったで、みんなさ大体プロの人ってさ、はい、半年とか3ヶ月とかでさ1000点出したとか多いやん、なんかそういう、そうです、すごいなんか、なんか負けたくないから練習してるうちに1000点作ってましたみたいな。そうそうそう、俺1000点5年ぐらいかかったかな多分。おそう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 、カウントアップもせえへんかったけど、もともと1000点も全然出えへんし、はい、レーティングは上がらんし、なんかでもまあ好きやったなえ、じゃあその、まあ、3から、まあ、1回は18吹きでも行ってますよね、うん、普通に、うん、どういう経緯で、その3から13、14ぐらいまでは、はい、ずっとバレル変えた。いや、1ヶ月に1回ぐらいそれはもう自分の向き不向きをずっと研究する。いや、ただ入りそうなやつだから多分200セットぐらいは買ったんじゃん。行く多分ダーツバーで働いた時に、うん、そのお客さんとかに中古のバレルで売ったりとかしてたから、はいはい、中身はほとんどなかったけど、もう安く譲ってそのお金でまたバレルが入ってるのをひたすらずっとしてたから、へぇ、ほんまに多分それぐらい買ったんちゃうかな。すごいっすね、うん、なんかそのバレル変えたら、うん、またちょっと新しい感覚で、うん、楽しい最初。確かに確かに。でそれでずっとちょっとずつ上がって、ほんまにレーティング 0.5 ずつぐらい、ずっと1ヶ月ごとにそれで上がっていって、うん、13ぐらいで止まった時に、はい、またなんか投げ方変えて全部変えて、でちょっとだけ落ちたけどまたダーツ変えながら上がっていって、変えてまた変えて、そうそうそう、また変えて。じゃあ13ぐらいの時にさっき言ってた自分の本来の投げ方やってない、全然やってない。でもまだ全然そんなの、それはまだもっともう最近の話ですよ、やりだしたそう気づいたの最近そう、もともとでも、うん、昔はそうなんやけど、やってたんやけど、ああなるほどなるほど、狙う動作が多くなりすぎてどんどんずれていってる、でそれにこうやっぱりそれでも入った方がええわと思ってたんやけど、どんどんレベルも上がってるし、みんなの一番簡単にして素直にしたら一番安定すると思ったから、そうですね、変えようと思って、そうそうそう、それをやりだしたんは、ありがとうございました、この動画が参考になったと思ったら高評価、チャンネル登録合わせてお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。縦の話で、あ、縦、ごめんなさい、横の話で、毎回立ち位置を変えてくるんですか。16とか10も狙うときに何番目か、立ち位置を変える人も中にいるじゃないですか、はい、僕も気分次第変えたりするんですけど、うん、これ実際どう、僕